ヨザです。お久しぶりですね。はい。今シーズン初めての、なんだっけ、あ、なんか極上グルメだっけ、違う、なんだっけ、絶品グルメ、そうそう、絶品グルメやっていきたいと思うんだけど、まあね、今シーズンなかなか飲みに来ないね。来ないもんだから僕一人でやっちゃうわ。よし、ということで今日は5月22日、清水裕二選手の誕生日ということで、清水選手の絶品グルメ行ってきたいと思います。清水選手どこだ？あったあった、銀座ライオンの焼肉ピタパン、西一ゲートだね。よし、じゃあ西一ゲートまでワープしちゃいたいと思いますよ。せーの、有志のピタパンもうないんだけど、別の食べようかな。お誕生日おめでとう。のチャンネル登録よろしく。おれはそれ、サブウェイのマンチュー行ってきます。マンチュゲット、早く食べたい。くっくっ、マンチュー、略して万波中世の絶品グルメ、なんだっけこれ、すげえサンド、これなんか見たことあるね。去年食ったねこれね、剣士か誰かの、ね、食ったねこれね。いただきます。ピリ辛で卵も効いてて、味のバランスはね最高ですね。これはね、個人的にはめちゃくちゃうまい、個人的にはめちゃくちゃうまいんだけど、人には好みがあるから安易にねおすすめはできませんね。だっておすすめですって言って、おすすめされたから食ったら、なんか美味しくなかったんですけどって言われたら嫌なんで、自己判断で自己責任で食べてみてください。あー美味しい。ヒーローインタビューです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今日の勝利はね、まあ、全員でもぎ取ったものですし、まあ、何よりファンの皆様の